演出力とポジショニング。会食でやたら喋る人がその場の中心になることがよくある。それはそれでいい。問題はそうじゃない人、喋るのが苦手な人、そのまま喋らないで終わってしまうことが多い。喋る量はそれほど問題ではない。その会食の中で自分を印象づける方法がある。それは自分の演出力とポジショニング。会食、交渉中、会議においても、急に静かになる瞬間、みんなが黙った瞬間、そんな時にゆっくり簡潔に話題に対する自身の考えを話す。そうすれば、この人はあまり喋らないけど、喋る内容が芯を食ってるとなる。その場で重要なポジショニングを取れる。もちろん、その少ない言葉には重さが必要。無駄な言葉はいらない。大事なことをゆっくり喋る。喋り方一つで、その場における自分の役割を明確にする。自分がそのポジションを培っていることを示す。その方が優位性を保てる。それは交渉術のプライオリティでもある。みんなが話しているから自分も話そうなどとしなくてもいい。協調性とは主張できないものの免罪符に過ぎない。そして主張することだけを考えるのではなく、主張するタイミングを見つけ、それを実行する。それだけで、それがどんなビジネスや会社の会合であろうと、全く違う時間が過ごせる。何も考えずに、ただ自分のタイミングで自分の話をする人が、世の中には多すぎる。俺の話を聞け、ではなく、同じ話でも、俺の話を聞かせるために動きを取る。お前も今までに会話の隙間を感じたことがあるだろう。それがお前のポジションを明確にするチャンスだからこそ、話をしているとき、ぼーっとしているやつなど論外ということになる。だから話が上手な人は前のめりになっていることが多い。常に隙間を探している。隙間を見つけ、お前のポジションを取れ。